ジェームス・ネイ・スミスの像ジェームス・ネイ・スミスはカナダ出身の体育教育者。スポーツを通しての青年育成と社会貢献に生涯取り組んだ。バスケットボールの考案者として有名である。カナダ植民地のオールモント村に生まれる。少年期に親を失い、おじに育てられた。1883年にケベック州モントリオールのマギル大学に入学する。 1887年に哲学とヘブライ語で学士号を取得。大学卒業後はマギル大関連施設の神学校に進み、同大学の体育講師の職に就く。大学時代からラグビーやラクロスなどのスポーツを熱心にプレーしていた。この頃にはモントリオールにあった YMCA に通っており、1891年に米国マサチューセッツ州。 YMCA の訓練校で学生として、また非常勤の体育講師として、研究を続ける機会を得る。1891年、この学校の体育学部長、ルーサー・ギューリックは授業で、学生たちに屋内競技の考案を課題として与えた。これは、当期のニューイングランドで、学生たちが体を動かせるようにと意図したものだった。学生らが提出した。 様々な案は、ラグビーやサッカーのように、身体接触を含み、屋内には、不向きのものが多かった。一方で牛クは、ネイスミスが考案した競技に興味を持ち、2週間の期間を与えさらに詳細を詰めるようネイスミスに指示を出した。ネイスミスが考え出した競技は、ボールを持ったまま走ってはならない、身体接触、衝突をしてはならない、競技者の頭上に、 水平のゴールを置く、競技者はいつでもボールを奪い、得点できるという基本的なルールを持っていた。高い位置に水平のゴールを置くことで、得点するには力よりも正確さが必要になり、怪我の機会を少なくできると考えてのことだった。この新しい競技は、ラグビー、サッカー、ラクロスがヒントになっているほか、ネイスミスが少年時代に、 近所の子供たちとした遊びの要素も盛り込まれていた。この遊びは物を置いて、それに石をぶつけるというものだった。1891年12月21日、授業でこの競技を初めて行うとき、たまたま手に入れた桃の籠を体育館内のバルコニーの下に据え付けてゴールとし、サッカーボールを使って1チーム9人で行われた。競技は学生の案により、 バスケットボールと名付けられた。翌1892年、ネイスミスにより13の公式ルールが付け加えられ、バスケットボールは全米の YMCA で競技されるようになった。またスプリングフィールドの YMCA 訓練校には留学生もおり、外国にも間もなく広まった。カンザス大学のバスケットボールチーム。後列右がネイスミス。 1895年から1898年まで、デンバーの YMCA で体育の教官を務める。同じ時期に、コロラド大学で医学を治める。1898年に、カンザス大学に教職を得、後に教授に昇格。体育や教育についていくつかの著作を残した。1898年から1907年まで、カンザス大学バスケットボールクラブ。 j イ・ホークスの初代監督も務めた。1936年のベルリンオリンピックで最初のバスケットボールの試合が開始される折には始球式に参加した。1939年11月に脳内出血を起こし、その9日後の11月28日に心臓発作で成去した。78歳だった。母書はネイ・スミスが41年間過ごしたカンザス州。 ローレンス市のローレンスメモリアルパークセマテリにある。ネイスミスの市から10年後の1949年、全国バスケットボール協会の監督らにより、彼の名を冠したネイスミス記念バスケットボール殿堂が設立され、バスケットボール誕生の地であるマサチューセッツ州のスプリングフィールド大学に本部が置かれた。その10年後の1959年から、 選手や監督などバスケットボールに貢献した人物が初めて伝道に入れられるようになった。この年、競技の創始者であるネイスミスは貢献者の部門で伝道入りしている。1967年からバスケットボール世界選手権優勝国にネイスミストロフィーが授与されている。1969年から 大学のバスケットボール界で最も活躍した選手に対してネイスミス賞が授与されるようになった。ありがとうございます。